我々まあ三方よしっていうね、経営理念をこう掲げてますけど、洗馬とかタオルとかですね、我々が創業したその原点のものがありますので、いかにそういったものに対して恩返しできるかっていうことはですね、常にやっていきたいところですから。創業者が何をやってきたかっていうと、デッチさんを育ててきたんですよね。デッチさんを育てるとこう独立されるので、まあ、自社のことももちろんあるけど、業界のことっていうのをもっと考えてやるべきだっていう創業者の精神というものが、やっぱりヤギャルの中では非常にこう重要。その経験値っていうのは実は発展途上国でもう少しこう貢献できるんじゃないかっていうですね。Good. We are happy with the washing quality, with the quality of the pressing, and it is very functional delivered, which is very, very important for us. うちももちろん日系企業でありますので、まあ、もちろんビジネスパートナーとして選ぶ中では、まあ、安心感で一番期待しているのが、まあ、その安心感といった中に、電解水というのは、まあ、アルカリ水と、まあ、強酸、どちらかの水になってくると思うんですけれども、まあ、酸性水は もちろんちゃんと滅菌のできる水で野菜を洗ったら、じゃあお客様に提供できるものっていうのは安心感が持てるものを提供できるんじゃないかなと。酸性と見ながらバリ文化というものもこの辺ケチャクダンスがあります。あ、ケチャクダンスですね。よくご存知でしょうか。フロアツジーンズね、裸で猿たちの鳴き声、コラスをするものなんですよ。あれ何、猿の鳴き声なの？あ、猿の鳴き声なんです。あ、そうなんだ。東南アジア5年前にこう出てきましたけど、今年そのランドリー事業をやったっていうレベルであって、試行錯誤の連続なんですね。たまたま船場っていう地域で、日本は88年やってますけど、結局ですね、タオルだけこう供給しておっても、やっぱりお客様にその満足度をどこまでこう上げられるかっていったら限界があるんだなということでの、今回ですね、洗濯までうちがアフターでこう請け負うっていうですね、まあ、それはティプランさんというですね、協力パートナーがいるおかげでできたことなんですけど、フィロソフィーですね。お客さんも幸せになってもらいたいですし、サプライヤーの方々にも、バリの人たちにもこう幸せになってもらいたいっていう三方よしを事業の目的にしておって、ランドリービジネスを通してまずはインドネシアにこう貢献するっていう、ね、こちらでもまずはその30年、あるいはもっと言えば100年のスパンで見た時に、社会貢献含めてどういうふうにこの東南アジアでやっぱりナンバーワンを目指していくっていうですね、考えで取り組んでいきたいなというふうに思っています。